パベル・クリズニコフは、ロシアの男子スピードスケート選手。男子500メートルの、現世界記録保持者。12歳で競技を始める。早くから才能を示し、2012年に、帯広で行われた世界ジュニア選手権で2個のメダルを獲得。しかし、メチルヘキサン・アミンへの陽性反応を示したため、メダルの剥奪と2年間の出場停止処分を受け、 地元開催の2014年ソチオリンピックには出場できなかった。処分が解けた2014、15シーズンからシニアに転じる。ワールドカップ短距離2種目を総合優勝し、世界選手権でも3個のメダルを獲得した。翌シーズンのワールドカップ初戦、500メートルで34秒00の世界新記録をマーク。さらに、 第2戦でこの記録を33秒98まで更新、史上初めての33秒台を達成した。世界選手権はスプリント、距離別すべてで金メダルを獲得。そのシーズン終了直後の2016年3月、禁止薬物のメルドニウムに陽性反応が出たため暫定資格停止処分を受ける。2度目の違反により永久追放の可能性も、 取り沙汰されたが、4月に処分が解除された。2019年ワールドカップファイナルでは500メートルで、自らの世界記録を更新。クリズニコフが、禁止薬物に陽性反応、永久失格も、日刊スポーツ2017年11月15日閲覧。スピードスケートのクリズニコフらも、処分解除日刊スポーツ2017年11月15日、閲覧。ありがとうございます。